今夜の特集はこちら。歌わせよ、お友達よ。お前たちは何一つ化粧のことを分かっていない。いや、分かっていないということさえ分かっていない。そこで男子のための初めてのコスメ入門 by ジェーンスー。男は化粧のことをまるで知らない。知らないことも知らずに日々ノーノーと怠惰な生活を送っている。そんな現状に警鐘を打ち鳴らすべく、タマフルが送る渾身の緊急化粧特集。タマフルの兄弟番組高橋義明ハッピーサッドにゲスト出演し、 TBS ラジオ局内の一部を騒然とさせたトークモンスター。この紹介もねどうだかと思いますけど、ジェーンスーさんがついにタマフル初登場ですということで、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、はい、こんばんは、モンスターです。いやいや、モンスター、そんなね、こんなお綺麗な女性は、いやいやいや、ね、もうね、中年ですから、本当に中年ってね、まあ、ちょっとね、まあ、あの、どんな方の、ジェーンスー、ジェーンスーってね、日本人です。日本人です。女性です。女性です。日本人です。日本生まれ日本育ち、日本女性、はい、で、お仕事的に今ご紹介するならば、はい、アイドルグループの、はい、あのトマトゥンパインはいの、まあ、プロデューサー、そうですね、総合プロデューサー、はい、あ、いや、一応アゲハスプリングスとの共同プロデュースっていうこと。音はアゲハプロデュースになって、ね、はい、歌詞なんかもね、そうですね、歌詞いいですよ、作詞力ありますよ。いやいやいや、非常に高く僕は評価してますけどね。いや、もう、いや、本当すいません、本当に、ね、そして、あの、ていうか、あの、音楽業界ね、結構いろんな形で関わってきてるんですよね、はい、そうですね、みんなが分かるようなところでこんなのやりましたみたいな過去の仕事言っていいの問題なければ、そうですね、クリスタルケイちゃんとか、あとは、うん、あの、まあ、完全にその時は下っ端でしたけど、あの宇多田さんの全米デビューの時の日本とか担当的なこととか、はいはいはい、なるほど、はい、もうじゃあもう業界ではブイブイ言わせて、いや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 、でその一方で化粧品関係の仕事にも携わる、はい、そうですね、はいはい、もう今やそのなんですかね、女性の30代女性のロールモデル、いやこっちに来んなっていう話ですからね、本当にこっちに来んな、こうなっちゃダメだぞっていう女子たちにそういう警鐘、そのために出てきます、警鐘を鳴らす役割、はい、で、ね、でなおかつ、まあ、私との関係は、文京区の、そうですね、はい、文京区の後輩、文京ポステ、文京ポステ、はい、まあ、後輩ということでいいんですかね、そうですね、はい、意外と、はい、なんか僕すごい不思議な感じがするんですよね、そうですね、まあ、いろんなね、その高橋義明とかもそうですし、はい、なんかコマトレックとかもそうですけど、はい、普段普通に友達としてバカ話していたあのバカ話がそのまま公共の電波に乗っているっていうね、そうなんです、お金になる時代になっちゃったっていう ね、うん、なんか不思議な感じで、本名でついつい呼んでしまいそうになるのが危ないですけど、気をつけあんた別に四郎さんって普段の感じで出てる、いやいやいや、歌丸さんで、あ、そうですか、あくまでこの一線を引いてね、はい、はい、ということでね、あの、はい、これ、まあ、ジェーンスーさんがその高橋義明ハッピーサッドで、はい、まあ、衝撃のデビューを飾った、いやいやいや、もうそのなんていうんですか、誰なんだこの人は、この喋れる女はみたいな、この人引き出しまだまだありそうで、まあ、実際そうなんだけど、うん、騒然としたという。で、あの、なんとかこのタマフルにですね、はい、そんなこと言ったら俺の方が最初から知り合いなんだよ。俺の方が前から知り合いなんだよ、みたいな感じで、ぜひ出したかったと。で、何やで喋るのがいいのかねってことで、まずじゃあ、コスメってことなんですね。そうですね。もうコスメっていうね、もう今までタマフルってコスメって言葉出てきたことないと思うんですよ。はい、この3文字も。はい、コスメ、まあ、化粧品っていうことですか？そうですね。まあ、その辺がもうすでに、男の人にとってはゴリ夢中だと思うんですけれども、ゴリ夢中ですね、はい、ゴリ夢中、ムチモーマイ、まあ、ムチモーマイだと思うんですけど、はい、スキンケアっていうのとコスメ、うん、いわゆる化粧っていうのは全く別物なんで、お肌のために何かすることと、こう綺麗にこう作り上げること、今日はどっちの話をするの？今日は基本的にはコスメの方の話どっちだっけそれ、ごめん化粧です、分かりやすく聞きましょう、お化粧、はい、作り上げていく、はいはい、メイクアップする、ね、メイクアップの方です、あ、そうです、すいません、はい、ゴリ夢中で、いえいえ、はい、ということで、まあ、私ね、そのこんな調子ですよ、はい、もう分かんないです、何もコスメとか言ったら、いやいや、化粧ごと、まあ、大体俺の印象言っていいですか、はい、コスメの印象、はい、前から僕言ってんだけど、女の人がデパートとか行って、うん、まあ、連れ行くじゃないですか、はいはい、まあ、すごいわーとか言って行くじゃないですか、はい、わーなんて言ってんだけど、でも瓶とかがいっぱい並んでて、はい、まずそのこんなに種類が必要なものなのかっていうね、いろんなのあって、はいはい、でなんかこう取って匂い嗅いでね、はい、でこうなんかつけて、でこう嗅がせようとしたりするわけ、もう嗅いだってさ、それピーチって書いてあるからそれ桃っぽいんだろうとかさ、これストロベリーって、いやいやいや、何おっしゃってるんですか、なんかどう反応すればいいんだよみたいな、
ピーチだねっていう話ですよ。ピーチだねとしか言いようがないじゃないですか。いや、あとそのそんなに種類がいるのかかん。いりますよ。だってエアガンを手入れするのに大体必要なスプレー多くて3本ですよ。僕使ってるの2本です。まあそこからすでに間違えてると思うんですよ。え、違いますか。スプレーじゃないんですよ。エアガンです。あ、コスメはどっちかというとエアガンそのものの方。1個じゃ済まないでしょ、エアガンは。あの、また買ってきて、また同じようなもの買ってきて、同じじゃないよ、同じじゃないよ、ちょっと違うよっていう。もう分かりました。コスメの話もう分かりました。いやエアガンの例えでも全部分かりました。いやちょっとね、でもこの状態なので、はい、ちょっとその無知蒙昧を開いていただくという意味ですね、はい、今日はリスナー、特に男性リスナーの皆さんからの、コスメに対する女性の、まあ、お化粧とかに関する素朴な疑問にも、はい、ジェーンスーンさんがね、一刀両断にね、もうね、ピシッと、クモン、クモン、少し、少し、ふんぱんものっつってね、はい、答えていただこうかと思っておりますので、はい、どしどしちょっとお寄せいただきたいなと思っております。お願いします。ということで、じゃあ、一旦 CM を挟みまして、はい、ジェーンスーンさんによる男子のためのコスメ入門、本編スタートさせていただきます。Rhyme starts the motto. Weekend shuffle.どうも山里亮太です。18日に行われる TBS ラジオの60周年イベント感謝でサカスではジャンクメンバーが大集合。伊集院さん、爆笑問題さん、おぎやはぎさん、バナナマンさん。21日水曜深夜1時からの水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論では、そうそうたるジャンクメンバーと共演の話をします。ああ、僕が発言できていた場合です。お手を拝借。ウィーシャボーShining and groove and music here and the pop-popping bone cura talk. TBS Radio 954.TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているライムスタートのウィークのシャッフル、今夜お送りしている特集は男子のための初めてのコスメ入門、ということでナビゲーターのジェーンスーさんを、はい、お招きしております。よろしくお願いします。あのなんかちょっとあの一部に誤解があるといけないんで改めて確認しておくと、これあの男が化粧をするという話じゃないですよね。違います。あの女の化粧っていうのは何かっていうことを、ね、女の化粧の話ですね、あくまでね。はい、はい、というでね、でもその女の化粧とは何かっていうこと、いやそれなの分かってるよ、女の化粧ってのはあれだろ、女がこうやってペンポンポンポンやるんだろみたいな、そういうレベルのお前ら貴様らに捧ぐっていう。そうです、そうです。例えばね、こんなね、リスナーからメールいただいてます、はい、ね、これお名前はね、これ名前読んでいいのかな、これどこだ、名前清水さん、名前言っちゃったけど神戸市の清水さん、女性の家に上がった時に化粧台の上や鏡の前にいくつもの化粧品が並んでいますが、それは私にとって理科室感がすごくあり、ありますと、化粧水、蒸留水、ね、口紅は味のしないクレヨン、はい、ファンデーション、セメント、マスカラ、セメダイン、はい、チーク、ビタミン、カラーの絵の具やビューラー、目のキロチン、うん、実験感覚バイバイしますと。でそこでお聞きしたいのですが、化粧品の知識もそうですが、化粧する女性が一番男性に理解してほしいことは何ですかというね、こういうのをいただいているというね、はい、まあ一番理解してほしいことっていうのは、まあ、今回の大きなテーマでもあるんですけれども、まずよく知ってほしい。よくよく、うん、あのこれ何っていうのを知らないうちにズカズカ入ってこないでほしい。女性にとっての化粧とは何かをよく知らないうちに、でも逆に言えばズカズカやっぱ入ってくる発言が目立つってことですか。まあそうですね、一番顕著な例としてはやっぱすっぴんの方が可愛いよとか。ああ、すっぴんの方が可愛いよ問題、もうそういうのは愚の骨頂ですよねこれなぜ愚の骨頂か、ちょっと後ほどね伺っていこうかと思うんです、はい、まあこちらにちょっとじゃあ実際のメールもあるんですけどね、ラジオネーム、ウィザードさん30歳男性、すっぴんとなっちゃナチュラルメイクの違いを教えてくださいとかあるんですけどね、はいはい、ちょっとこれ後ほどじゃあちょっとスピンの問題について語っていきましょう、はい、まずその大きなこととして、はい、コスメとは何ぞやというね、はいはい、まあ女にとってのコスメっていう化粧っていうのは何かっていう話があるんですけども、うん、まあ、基本的にまずあのアラサーっていうところ、まあ20代10代っていうのももちろん今メイクはする、うん、年ではあるんですけれども、はいはい、一番こう肝になってくるのは30代前後から上っていうところで、意味が変わってくるんですか、やっぱり。そうですね、うん、でまああの全世代に共通していることはやっぱエンターテインメント性、エンターテインメント性、はい、あの気持ちを上げる、自分の気持ちっていうのをメイクをすることによって、はいはい、欠点を隠して良いところを伸ばして、うん、で今日行くわよっていう感じでこう、まあ甲冑ですよね、武装。そうですね、戦国時代に例えるであれば甲冑ですね。あの
見た目は非常にね薄い粉とか、はい、そういう液体状のものだけど、はい、あれはもうビシッと、はい、もう鉄だともう突き破れると思うなよ、うん、カチーンカンカンカンいろんなものいろんなものを跳ね返すそうですそうですそうですなるほど弾を跳ね返すというね、はい、そういうための、まあ、エンターテインメント自分が自分になるための見れる自分になるための自分が自分に見れる自分になるそう、まあ、あのねこれちょっとあの語弊のある言い方かもしれないんですけど、はい、まあ荒さ以上の女の寝起きなんてもうマグショットなんですよ本当にマグショットあの捕まった時に撮られるじゃないですかはいはいカシャーってありますねカシャーっていうまあお寝起きは誰しもねそういうとこありますけど そこからこう外に出ていくための大事なプロセスとしての化粧要はそのそういうまあ傍から見てね客観的にマグショット的であるかどうかじゃなくて、はい、自分がもうこれじゃマグショットだと思ってると上がんない、はい、ところでちゃんとこう武装してるか毎朝自分を釈放してるんですよ社会に女あなたフレーズキラーフレーズやっぱすごい量産機ですねいやいや毎日世間に自分を釈放してるあ化粧することでなるほどあくまで自分が自分を釈放するそうですそうです世間に受けられてるとかじゃなくてそうですもう自分が自分にっていうことなるほどね、はい、あとやっぱもう一つはそのパチンコ的な要素っていうかパチンコはいあの注力性が高いんですよコスメっていうのはすごく一旦やるとってことですかそうですねあの、うん、今ちょっとここにも持ってきたんですけれども、はいはいはい結構メイク雑誌って呼ばれるものが大体大手のところでも 4,5 冊出てます、ね、本屋でこういう表紙とか見かけてね、はい、その女性ファッション誌というものと、はい、そのコスメ誌っていうの見分けをつけてなかったです、はい、もう全然違うもんですね違うんだねコスメ誌なんだこれはコスメ誌ですコスメのため顔のこと化粧品顔のことばっかり顔とあと頭と体とかですね、うんまあ、基本的にだからまあそのボディのケア系のそうですボディケア系のもの、うんうん、でもうとにかく春夏秋冬どんどん新作が出てくるんですよあそうなんだでちょっと3ヶ月前までこれがいいって言われたものがはいダメーみたいな感じでそれはファッションもね同じようなとこありますけどすなんかさ化粧品なんてほら自分に合うものを見つけたらそこで打ち止めとかないのって思っちゃうんだよねまあパチンコですからないですよね打ち止めはねパチンコですからないってことですよいやいや一旦出てもまた出るかなまた出るかそうなんです、うんうん、まさにそのまた出るかなで、うん、その新しい台がどんどん出てくるわけですよ、はいはいはい、でそうするとでま、損することは分かってるで消え物だってことも分かってるけど、うん、当たった時の確変した時のちょっと待って当たるってどういうこと確変ってどういうこと自分にはまるんですよねその一番なりたい自分になれたそうですで行った時のズキューンっていうあの上がりがもうやっぱり確変かじゃあ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 って出るわけ逆にやっぱりその何することもあるんだひょっとしたらすることの方が多いでしょう買ってきてやったけど、はい、全然違うよこれっていう違うそれな色だったりとかそうですねあと自分の肌に合わないとか肌問題当然ありますよねそうなんですあのお肌がもともと弱い人もいますし、はいはい、アレルギーが何にあるかっていうのは人によって違うのであでこれねなんかなんとかさんがいいって言ってたからそう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 買ったりしてますもんねそうなんですパチンコなんだそう中毒性がだから結局コスメジャンキーとかコスメフリークとか、はいコスメジプシーっていう言葉がもう普通にあるんですよさまようんですよほうほうほうただまらないあそうかである程度のところでねそう手を打っときゃいいものをどん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 いっちゃうんだで新しいものがどんどん出てくるんで、はいはいはい、次から次へと新しいものを試したくなるんですよ、はい、ハマる人はあもう私なんかもう早々にそこから降りて沿道でこう女子を応援する係になったんですけどもパチンコって言ってんだから沿道とかわかんないのにまあ今日フレキシブルに実際にわーっとやってる人をあ、じゃあもうジェーンスーさんは割ともう自分はこれっていうふうにそうですねはいなるほど、まあ、それでもやっぱり新しいものが出てアジテーションされるって試したくなりますよねああそうですなんか寝台あの寝台相当いいらしい、ね、いやもう期待を生み物語の新しいのみたいなことになるとこれコスメの話ですからねはいこれねコスメの話ですはいはいはいメタでね、はい、はいはいはいであともう一個ここは大事なんですけれどもまあ自意識問題にもなってくるんですけども社会との接点先ほどね、毎回毎朝世間に自分を釈放してあげるなんておっしゃってましたけど、ねはい、社会そうです結局自分自身っていうのと、まあ、社会っていうのの間にある薄皮一枚のところにこう化粧をしてペトーっと顔をつけてこうその中に入っていくっていうイメージですよねそれはその社会側が化粧してない女を受け入れないでしょということじゃなくて多分それが元々だったんだと思うんですけど最初はそれなんだけどだんだんこうまあよくありがちな自意識問題で、自転してっちゃってもうよくわかんない、うん、もう、はいはい、自分でぐるぐる回っちゃって最終的には化粧をしているからこそ自分は受け入れられるのだと取ったらもう逮捕です逮捕者です逮捕だってコンビニ行くのに眉毛描かないと出れないとかっていう女の人たくさんいるんですよああはいはいはい、はい、休みの日に家にいて、うんうん、もう出かける予定もないんだけど、うんうん、あお茶買いに行きたいなあでちょっと眉毛だけでも描かせ
せてみたいな。それこそパンツ履くみたいな。そうです。服着るレベル。服着るレベル。服着ないと社会と接点持てないですね。持てないですからね。本来の自分は裸だけど。そう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 。服レベルで。そうです。生まれたままの姿では外に出れないっていう自意識。だってあなた裸で出ますかみたいな。そうですそうです。そういう感じだ。そうです。だからそれぐらい結構センシティブで。かつその社会と自分っていうところをつなぐアタッチメントになってるわけですね。で多分無人島に鏡がなかったらみんな化粧しないと思うんですよ、うん、ああそうですか。じゃああくまでそうかその対見られてる自分とは何かっていう。そうそう。だから逆に言うと無人島に鏡があったら化粧する人はいると思うんですよね。あ深い話ですね。やっぱさっき言ったその大体自分に慣れてるかどうか。そうそうそう。第三者としての目が鏡があると出てくるわけです。自分の中にも第三者いますもんね。そうそうそう。客観性っていうのが出てくるんで。ああなるほど。僕のあのスキンヘッドに近いかもしれないです。僕どんなにそれこそしょうもない用事でも、はい、今だともう完璧に剃った状態じゃないと出たくないんですよ。そう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 。そういうことだと思います。でそのさ剃ってるのはその人に見られる。ため用だったのにもう本末が転倒してるわけですよ完全に。しかもこれで別に社会に受け入れやすいって言うとはとても言い難いんだけど、そうなのかな。はいはいはい。そういうそのエンターテインメント性あとまあジャンキーになるパチンコ性と、うん、あと社会との接点、これ一番大事なところはそこなんですけども、はいはい、うん、女子にとってはそれぐらいのこう大きいシフトを占めるものになってますね。はいはいはい。あと先ほどちらっと出ましたけどね、はい、その、化粧いわゆるメイクアップと言われて、ね、そのこう、はい、やっていくものといわゆるそのお肌の面倒を見てあげる、はい、スキンケア的なものっていうのは、はい、なんかこうね一色たというかさなんかこう、はい、僕らから見るとこうねなんか同じような薬品をこう、はい、つけたりやったりしてるけどそれは別別です。別でこちらにあのプレゼンシート書いてきたんですけれども、プレゼンシート、はい、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、はい、スキンケアの手順っていうのはまず男性にぜひここ耳をかっぽじってよく聞いてほしいんですけども、まずもうこのこれなんか顔をパタパタやってるっていうふうに思ってる人が多いと思うんで、そうあの男の人はお風呂上がったらそのままじゃないですか。確かにね。まあちょっと化粧水ぐらい最近はやる人いるかもしれない、まあ、いるかもしれないけどそれぐらいです、はい。まずじゃあ家に帰ってきて、はい、女は何をするか、メイクを落とします。ここでメイク落としっていうのが言います。ほうほう。メイクはその石鹸で洗ったんじゃ落ちないですか。ダメです。はい、落ちないです。最近落ちないものも多くなってきてるで落ちにくいもの、ね、それこそ汗とかでそのなんかしないようにとか。そうそうそう、はいはい、でメイク落としで、あとやっぱ普通の洗顔がありますよね、うん、これオールインワンの人もいますけど、うん、あの基本的にはメイク落としと洗顔、うん、であとそこでからまあ外に上がって、はい、スキンローションつけます。スキンローションというのはその化粧水ですね。化粧水、はい。でその後例えばパックをしたりとか、ほうほうほう、美容液を塗ったりとか、うん、でまあこれはやったりやらなかったりその人の好みではあるんですけど、うん、乳液とか、そのさその化粧水の後にさらに乳液かよっていうのはさ、うん、同じ機能だろそれって感じがするんですけど。いやあのね、私は基本的に化粧水だけでいいと思ってる派、はいはい、なんですけど、まあ、これ結構あ意見が分かれる。化粧水でいいと思ってるっていうのはかなりマイノリティではあるんですけどね。あ、そうですか、はいはいはい。まあ、まあ、でも乳液一般のそうですね、さらに蓋をするって言うんですよ、これを。蓋をする。はい。自分で化粧水を入れた水分を上から蓋をしてあげる。逃げないように。逃げないように。あ、で、はいはい、蓋をしてあげて、それ以外に例えばシミ、シワとか美白っていうスポーツケアですね、うん、部分クリームを塗ったりとか、うん、そういうのがあるんです。まあまあここまでのものを揃えるだけでまあおいくら万円かかると思ってんのっていう。あ、そうです。やっぱ一個一個に違うね。そうなんです。液が必要なんですもんね。液が必要なんです。だから大体そうですね、スキンケアでいうとメイク落としっていうのが一番安いのでも1500円ぐらい、うんうん、で高いのだと5000円ぐらい、うん、で洗顔料が2000円から4000円。え、洗顔料そんなするんですか。します。安いのはもっと安いのありますけど、うんうんうん、それこそまあアラサーと呼ばれるところでいうと、はい、そのぐらいで優しく洗ってあげないと。で化粧水が大体2500円から5000円ぐらいで、乳液と呼ばれるものが3000円から5000円、美容液が5000円から1万円というところで、あと美白クリームとか、うんうん、それが5000円から8000円ぐらい、はいはいはい、結構お金がかかるんですよね、うんうん、これこんなのもしてますよ、はい、男性ショータクシーさん、まあね、ショータクシーさん化粧品って高すぎねっていうね、はい、はい、これ勝負な意見も来てますけど、はい、いや高いと思います、うん、でもこれも値段に対して納得度はどう。そうそう、だから結局容器とかのデザインだったりとか、うん、そういうのにも原価には入ってるわけですよ、もちろん、ね、うんうん、ただ。さっきも言ったようにエンターテインメント性上げるっていう必要があるので、そうか、これがいくら安いからってなんかしょうもないなんかねビニールのなんか袋に入ってこうやってべちょべちょねやってたらうんこっぽいものこう塗っていくら綺麗になるからってもうだだ下がりですよ。だだ下がり、やっぱそういうところから辛いと、しかも同じの並べたりして、だからそこに投資してるっていう認識も女の中にあるので、あ、はいはいはい、見た目麗しいもの
自分の花にも麗しいものを使いたいっていう、甲冑がね、必ずしもあのデザインがね、機能性ではないですもんね。そうですそうです。あれも上がる以外ないですよね。そうです、愛は上がるしかないですよね。そうです、愛は本当そうです、うん、愛印、もう戦闘力ですよ、うん、戦闘力しかないわけだ。そう、自分の中での戦闘力、ね、そうですね、はいはいはい、っていう、まあスキンケアっていうのがあって、うん、あともう一つは化粧ですよね、うん、でまあさっき言ったスキンケアっていうのが大体ですね、まあ、それ以外にもエステ行ったりとか、まつげエクステっていう、あのまつげに一本一本セメダインで毛をつけていくっていう作業が女子にはあるんですけれども、あ、まあ、こういうのも入ってるんですか、ジェンスさんも。私はね、一時やってましたけど、やめましたね、はい、あ、だいぶそこはあれですね、もうどんどん降りてるんで、で、マスクつけたり、はい、とかっていうので、まあ、大体、まあ、2、3万から、多い人だと10万ぐらい月にかかってると思うんですけど、まつげに、いや、まつげだ、そういう、もろもろ、そういうメンテ、ね、美容とかもね、はい、あると思うんで、メンテに、修繕費にそれぐらいかかって、うんうん、修繕費って言いました、言いました、はいはい、修繕費、修繕費に、はい、で、それ以外に、化粧で言うと、まあ、化粧、これも全然わからないと思うんですけれども、はい、基本的には、化粧って言ったら、みんなファンデーションを塗って、なんかちょちょっと書いてパパってやって終わりでしょっていうような認識があると思うんですけど、なんか要するに塗りたくってね、なんか目の周りに線描いて、はい、ね、ほっぺになんかね、よし行きます、はいはい、はい、メイク、まず化粧下地がありますね、こちらどんどん前に出してきますけど、化粧下地ってのはこれ何なんですか、これパテですね、パテ、その上にファンデーションを塗った時に均一に映るようなための、あ、ファンデーションっていきなし肌の上にやったらなんかムラになっちゃうんですか、塗る人もいますけど、うん、化粧下地を使った方が、あとここで日焼け止め効果もあるんですよ、は、基本的にあの日光に当たるのは肌によろしくないので、はい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 、日焼け止めが入ってるような化粧下地、はいはい、ね、でまあファンデーションで、ファンデーションも例えばファンデーションってのは要するに肌をつるんと見せるものっていうのは、そうです、あの肌色に塗る、綺麗な均一感を出すつるんとした肌色に見せると、うん、でこれも好みで、ファンデーションもリキッドタイプと、あとこういう固形のファンデーション、ケーキタイプっていうんですけれども、はいはい、があったりとか、で、まずここで土台を作って、その後、コンシーラーっていうのがあるんですよ。コンシーラーって何かっていうと、はいはい、これは、まあ、わかりやすく言うと、絵の具みたいなもんなんですけど、ファンデーションのかなり濃いもので、細めの、なんかその口紅みたいな形。そうですね、うん。で、このコンシーラーっていうもので、欠点を隠して、ニキビ跡だったりとか、クマだったりとか。細かいとこ、ピンポイントでやってくるの、まあ、皆さん、頭の中で、自分の好きなプラモデルに色を塗るような、はいはいはい。工程を考えてもらえればいいと思うんですけど。で、その後ちょっとこう。コンシーラーってそうなんだ。俺、今まで分かってなかった。コンシーラーはそうなんです、はいはい。欠点を隠す、うんうん。で、その後ちょっとパウダーで押さえて。抑える、そうです、パウダーでちょっと、何を抑えるのこれ、リキッドを使った場合なんかはちょっとテカってたりとか、化粧崩れを防ぐために、はいはい、後々のことを考えて乗せてくね、乗せます、乗せます、それでそこでようやくアイシャドウとかが出てきて、うん、はいはい、あとまあチークですね、さっき言った ほっぺたに影入れたりとか、そうです、そうです、でチークっていうのを、うん、まあ肌に塗ってほっぺたの血色をよく見せる、あ、血色なんですか、そうです、っていうのはファンデーション塗っちゃったことによって逆に顔が能面のようにこう、うん、均一化されちゃって人間味がなくなってくるから、そうです、そうです、私生きてるわっていうのを示す、そうです、うん、生きてる感を演出するチークはいはいはい、であとはもうそのアイブロウって言って眉毛を描く、さっき言ったコンビニにも行けなくなるような、アイブロウは眉毛なんだ、眉毛です、女の人ね、もうなんか眉毛なくなっちゃう人も結構 いますもんね、あれ抜いてないの、抜いたり剃ったりしてから描いてますね、細いものをやっぱしこう作る、そうです、そうです、であとまあアイライナー、これは目の際に入れることで、まあ、男の人で分かりやすく言うと歌舞伎のこうカッと目を、はい、目力を熊取り、熊取りみたいな、みんながエビゾー、みんながエビゾーで、はいはい、アイライナーがあって、それ以外にもアイシャドウがあって、アイシャドウはまぶたとかにやるのかな、そうです、まぶたに色をつけるものがアイシャドウですね、まぶたに色をつけたり、あとまぶたってくすむんですよね、色がちょっとこうお肉がね、そうです、なんでそこに、明るく色をのせてあげるっていうアイシャドウ、で、あとは まつげ、マスカラですね、マスカラは、これはマスカラは、これまつげをボリュームアップするんです、長く見せる、あくまでやっぱまつげ大事なんですか、まつげ大事です、まつげ大事です、これはもうマスカラもいろんな機能があって、普通に黒い液体が入ってるんじゃなくて、中に繊維が入ったりするんですよ、ほうほうほう、で、この繊維をまつげにつけることによって偽造まつげですね、ほう、まつげをこう偽装していく、どんどん厚みのあって長いものにしていく、一本一本がちょっと太くなっていったりとか、そうです、そうです、そうすると目がかなりパキッとしてくるんで、なるほどなるほど、で、マスカラ、はい、で、あとやっぱ唇がね、このままだと寂しいんでっていうんで、はい、最後に唇だよ、これ唇を塗ります、で、その唇についたな、そう、塗る時にもこういうリップライナーっていうのがあって、うん、唇の輪郭を取ったりするようなアイテムがあるんですけど、はい、まあここまでの作業をやった人間に向かってスピの方がいいよねって気軽に言うそのズボなんかこう無粋さっていうんですかいやまあでもその素朴にね、はい、スピの要するにその素材としての君だって十分可愛いよ、褒め言葉として、はい、
言ってるんじゃないかと思うんですよ、そういうそのヤボテンはね、はい、これでもダメですか、これあの例えばですね、はい、あこれはまあナチュラルメイクの話ですけどね、はい、そのすっぴん問題、そうですね、うん、まあここまでの工程っていうのを元にはだいたいさっきも言ったようにお金がかなりかかって、まあ月ではないか、これはちょっと何ヶ月も持つものもあったりするんですけど、1万5000円からまあ4、5万かけてる人もいるわけですよ、ほうほうほう、構想何年制作費いくらみたいなものに対してロードムービーいいよねみたいな、いやとか取りっぱなしのロードムービーいいよねみたいな、その物騒さっていう その言い方してるからでしょ、いや物騒って言うけどそういうことあるでしょ、だってそれ、いやあるんですけど、うん、それはあの長編対策を取ってる人に言わなくてもよくないっていう、作ってる本人に言われても、それはだって長編対策がそのキャメロンに、そうそうそう、キャメロンにもっとこじんまりとしたさ、インディームービーでさ、ほっこりムービー作ってよみたいなみたいなこと言ったって、それは俺はこういうのが作りてんだからっていうことなんだ、そうで、あとやっぱりその男の人でよくメイクをちょっと褒めたりっていう、あなんか化粧してると可愛いねとか、あなんかメイク可愛いねとかっていう、うん、さっきそのさすっぴんの方がいいよの逆だよね、はい、化粧してるからいいよねっていう、はい、うん、これも物粋ですね、ちょっと待ってくださいよ、だってすごい、制作費60万億円もかかってすごいねって、はい、こいつはキャメロンおわおわイエーってやりますよ、いやいや例えばねメイクを人形浄瑠璃に例えてみましょう映画の例えがあってなかったんじゃないですかいやいやいいですよ、映画でもいいんですけど人形浄瑠璃、より分かりやすくするために人形浄瑠璃に、うん、はい、人形浄瑠璃例えた場合に、うん、女は黒子なわけですよ、で化粧した顔っていうのは人形で、これで一大ストーリーを作ってるわけですよ、さっきから言ってるその自意識は黒子の部分、そうですそうです、で出てくる部分っていうのは人形、まあ黒子とあの顔は似姿だけども、そう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 いう状態なわけだ、こうやってでこう人形浄瑠璃をずっとやってたものを見終わった人が、うん、はいはい、黒子の人に向かって、はい、いないみたいだったよね全然みたいな全然わかんなかったよ、あれどうやったらああいう動きになるのみたいな、ブスイっていう、あつまりそのもう化粧を していることなんか気づいてかないぐらい、そうですそうです、物語を楽しんでほしいのに、物語悲哀だったねとか泣いちゃったよみたいなことを聞きたいところでうん、うん、いやーなんかすごい熟練工みたいな動きしてたよねみたいな、その化粧って言わずに例えば今日なんか綺麗だねとか、そうですそうです、あれちょっとなんか目がうるっとしてるけど今日なんか可愛くないみたいな、あそれはいいの、現象を褒めてほしいです、現象それによって見える、それによって、うん、醸される雰囲気とか、そうです、うん、見えるもの、つまりその向こう、要するにさメイキングの話をするなと、そうですそうですそうです、あの CG 良かったねとか、あのや例えばこれあれでしょう、あのデカプリを使うのギャラ高かったでしょうとか、そう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 、それは物理だと、もうそう、あなたのオーディオコメンタリーはいらないってなるほどアバター見たら自然が大事だと思いました、そうです、そういうことを言えという、そうですことな、ああまあなんとなくは分かる、つまりもう化粧ということはもう禁句に近い感じですかね、そうですね、っていうかあの褒めるんだったら可愛いとか綺麗とか、まああの女の機嫌取るんだったら可愛い綺麗美味しいだけ言ってれば大体8割は機嫌取れるんで、そうだけどさ、ただそのこんだけお金かけてる努力の後を知っていれば褒めたくもなっちゃう、そこを褒めたたえたくもなっちゃうし、いやいやそれをね、はい、逆に男の人の立場で言ったりするとどういうことかっていうと、例えば若干薄毛に悩んでる男性がいたとしましょう、はいはいはい、で、まあ、頭がねちょっと最近薄くなってきたと、はいはい、でリアップとかこういろいろ使って、はいはい、トン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 やって、はいはい、でいつもは右の分け目なんだけど、はい、左の分け目にしたら、はい、あ目立たない、はい、薄いは目立たない、はい、俺大発見天才みたいな感じでわーっとデートに行った人に向かって、はい、あ左分けにしたらハゲ目立たないねっていうそんなやついるかっていうほっといてくれっていう話じゃないですかまあね、ああそっかそっか、あとそのまあさっきのすっぴんの話で言うなら、うん、あの全然ハゲてる方がそうそうハゲてる方が素敵、ハゲてる方が素敵じゃん、そうそう、なんか一生懸命隠すよりいいじゃんって言われてもハゲって言ったとか、そうそうそう、あとそのなんだろうね、そもそもだって自分がハゲてる自分に自信が持ててないことが問題なのだから、うん、そうそうそう、いくら良いと言われたって、まあ、それが重なればねちょっと話し合ってくるかもしれないけど、そうですね、まあ、だからそこ社会性と関係性の問題で、例えば、うん、何年も付き合った彼氏がすっぴんも可愛いよっていうのは、はいはい、まあかなり社会からこう自分の中に入ってきてる存在なので、社会より自分よりの存在になってるから、ね、まあ、全然いいと思うんですけど、うん、合コンとかでバシッとこう女が、うん、制作費何、はい、いくらっていう状態でいる状態のところに向かって、はいはい、女の子はすっぴんが一番だよねっていうのを逆にすると結構こうね、薄毛を気にして、はいはい、あのいろいろボリュームをアップしたりとかズラをかぶったりする人に向かって女が下り顔で、はいはい、ハゲてるあなたの方が素敵だと思うのっていうことを言うのと同じ、まあね
あとそのさ、あのハゲでもジェイソン・ステイサムはかっこいいよねとかさ、うん、なんかその竹中直人はかっこいいよね、はいはいはい、すっぴんでも超美人な人は、うん、本当にすっぴんでも美人だよねとか、うん、そうですね、そういうさ、そのそれを言って何になるお前みたいな、うん、そういうありますね。あ、これハゲ話にするとすごくこれちょっと共感度が高まるかもしれないな。それぐらいこう女にとってのすっぴんってセンシティブだったりするんで、で逆に、まあ、さっきあの歌丸さんがおっしゃったように、俺はなんかもう毎日撮って、うん、どうだハゲだっていう、うん、まあ、ちょっと聞いて私はハゲっていうフレーズもありましたけれども、はいはいはい、そういう人はやっぱこう一過後なんかあるわけじゃないですか、自分自身に対してのアチチュードっていうか、社会に対して、まあ、女も同じで片倉にすっぴんを通してる女っていうのはなかなかこう自意識いろいろあるぞっていう、いらっしゃいますよね。そうですね、全然継承しない方ね。そうですね、っていうのもまあいろいろ、まあ、全てはその自意識と関係性っていうところにかなり踏み込んでくる問題なので、そういう意味ではあれですね、パッと見て、はい、その人が例えば化粧しているのか、はい、服とかもそうですかね、はい、そういうのをパッと見て、この人が自分と社会というか、この人が世界とどう関わってきたかがもろに見えちゃいますよね。わかりますね。でその自分のしているその感じがもろに見えてしまう、何なのだって思い出すと、ますますこうギクシャクをね、じゃあちょっとそうね、それも何だからみたいにだんだんなってくるから、で面倒くさいからじゃあガードしちゃおうっていうのもね、そうですね、化粧しちゃおうとか、そうですね、あるかもしれないですね。だから男の人が褒めていいのは髪型ぐらいじゃないですかね。髪型パーマかけたのとか、あ色かわいいねとか。でもそう、化粧ってワード使わなければ今日なんかいい、かわいいね、そう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 、それだったら化粧はちょっとこっちに置いといても、だからそう、見たてそう今日いいね、今日の話ねみたいな、そう本当はその今日は黒子さんいいよって言いたいとこだけども、それは無粋ですから本当に。そこはさ、男には黒子の存在は分かった上で言うななのか、はい、それともそんなことはお前らは知らんでいいなのか、どっちなの。どっちでもいいから触れないでくれって。確かにさ、こうね、こうね、こうやってる人にね、じゃあちょっと話しかけないでくれるっていうね。そうです、そうです。あー、そうなんだ。中途半端に噛んでくるのがやっぱ一番こうイラッとくる。なるほどね。でもこれはちょっとね、はい、男子のためのコスメ特集で大事なポイント、はい、あの合コンなどでその間違いを犯しているその下り顔でね、はい、つまりその化粧を褒める俺って、ヤボテンじゃないでしょっていう、そう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 、思っているヤボテンがいるでしょうから、これはいい感じかもしれませんね。そうですね、それは本当にもう、化粧って結局最初はさっき言ったように男の人とか社会っていうところに向けてしてたものだったと思うんですけど、どんどんもう自分の中でぐるぐるこう自家中毒になってって、自分のためにやってんだからほっといてくれっていう要素がどんどん出てくるので、でそういうところに甘噛みしていくっていうのはかなりやっぱり危険な行為になりますので、甘噛みしていく、そこは入んない方がいいと思うよ。例えばそのさ、ギャルメイクみたいな極端なメーカーじゃないですか、あれもさ、ほらあんなのしてさ、そのどこに逆にモテなくなるだろうにって感じ。モテるモテないはどうなんですか。わあ、これがまた難しい問題で、誰しもがモテたいですよ。モテはしたいけども、ちょっと話ずれちゃうんですけど、うんうん、例えばその女っていうのは、まあ、子供の頃からね、白雪姫、うん、かぐや姫、うんうん、シンデレラ、うん、こういう話を聞かされてきてるわけですよ、うんうんうん、で結局この3人の女に共通してるのって、うん、パッと見激マブっていうことじゃないですか。まあそうだね。でパッと見激マブをテコに、うん、まあ、もう男に無理なんだ言ったりとか、はいはいはい、食あたり起こして気絶してたりとか、はいはい、あとまあ、頭の腰にね乗って、そうそうそう、あの靴置いてまで逃げたりとかっていう、置いたんですかあいつは。靴脱いでまでこう逃げちゃったりとかっていうぐらいの、あれ慌ててたんじゃないですか、あれは意図的なんですか、あれ。若干どうですかね。そんなことまで言いますか。そうそう、でそういうものをこうインプリンティングされてきてるわけですよ、うんうんうん、つまり美貌があればこうテコで男を仕掛けさせて、自分は受け身っていうところで幸せにいけるっていうスタンスっていうのをずっと来てるので、刷り込みがあるので、でそういうところでやっぱり自分が美貌、まあ親と一緒で顔は選べないわけですね、生まれた時に自分の顔っていうのは。だそういうインプリンティングがある中で、じゃあ自分の素材っていうのを生かしてどこまでいけるかっていう孤独な戦いなわけですよね。孤独ですか、それは。かなり、まあ女同士で話したりもしますけど、うんうん、まあ、戦に近いものがあると思うんですけど、そのね、お互いのある意味ルックスというさ、ものすごいセンシティブなさ、はい、ね、話になるから、うん、その私こういうとこがなんとかだからってコンプレックスの話するにしても、はい、ちょっとこうね、どこまで、そうなんです、探しながら話していいかわかんないっていうのがあるだろうし、だからやっぱりメイクをすごく若い子で、さっき言ったみたいなそのギャルメイクとかしてる子は自分仲間意識っていうことの同族意識だったりとか、まあ部族みたいなもんですよね、同じメイクをしてるから仲間っていうことだったりとか、あともそのモテっていうところで言うと、さっき言ったそのすっぴん風メイク、ナチュラルメイクとすっぴんの違いは何ですか、全然違うよって話で、はいはいはい、あの
2000年ぐらい前から女はフォトショップを持ってるわけですよ、自分で。2000年ぐらい前から女はフォトショップ、要するにその、あの人工的によく見せる方法、よく見せるっていう修正方法を知ってるわけで、でそういうところで言うと、もう全然フォトショップ前後っていうのは全く違うものなので、基本的にナチュラルメイクっていうのはすっぴんに近い状態に見せる、がっつりしたメイクです、まあそれはだからすごくあの自然な演技と見せる、そうですまあ作りフィクションみたいな、そういうことですね。がっつりしてるメイクっていうのが宝塚だとしたら、こうなんかこうふんわりしたこうナチュラルな、ナチュラルな、だからものすごい、ほらものすごい自然な、これ全部アドリブなんじゃないのって思うけど、実はものすごいリハーサルしてるんです。あなたが見てるのはドキュメンタリーじゃないよっていう話ですね。ナチュラルメイクに関して言えば、なるほど、ドキュメンタリー風ではあるけど、そうですモキュメンタリーだナチュラルメイクはモキュメンタリー。あとその自意識にフィードバックするものだっていうことを考えると、俺ずっと謎だった件があって、あのプリクラとかさ、あと何でもいい写真でさ、そのすごくマックスに綺麗な状態の角度とメイクと照明でマックスに可愛い写真を撮るみたいなさ、そのまテクというか遊びというかさ、そういうのあるじゃないですか。でこうそれをみんなに見せたりして、でもそれを見せてる本人はそこまで良くないわけじゃん、当然そのマックスだから。要はさ、そんなことしたら本人との落差がつく一方で、自分に不利に働くじゃないかって僕は思ったんですよ。その可愛いそのマジック、プリクラマジック的なことをあんまりやると。でもそれは、そういうマックスだったらここまでいけるんだっていう、自意識を満足させるためにやってる。そうです。やっぱ打点を上げていくっていうか、もう一人で世界陸上みたいな感じでどんどん記録を伸ばしていく。どこまで私可愛くなれるか。毎回毎回そのオリンピック、例えば最高記録出した時中に飛べるわけではないよ。ないけれども、しかも今ちょっとコンディションね、あの競技用のコンディションじゃないけども、ここまでいけますよっていう。結局そのさっき朝起きた時の顔が、あのマグショットって話をしましたけれども、女っていうのは私可愛いと、誰だこのブスっていうのの間をいつもウロウロしてるんですよそう、あ、女の子の気持ちね。そうです自分に対する気持ちね。そうです。だからそのよくガリガリガリクソンさんのネタでは、夢で見たのと違うっていうのある。あれも女で言うと家で見たのと違うっていう、家では完璧にしてって外に出てウィンドウショッピングした時に見た顔が、それはもう全然わかります。僕がよく言う、あのあれうちの鏡ではバッチリだったの。そうですあのコンビニのあの身も蓋もない蛍光灯のあれってでっかい鏡があるじゃないですか。はい、あの俺コンビニのあそこの鏡に映ってまだいい男は本当のいい男だと思うっていう。そうですね。大体パッと見ると、あれなんか思いのほか顔が赤ら顔だとかさあります。なんかこの残念な結果出るけど、やっぱそういうことなんですね。そうですね。あくまで自分の中のあれを満足させるために、そうです自意識を満足させるためにやっぱりやってることなので、そこにまああんまり立ち入らない方がいいかなっていうなるほどね。あなたはそのすごく危険なところに立ちしようとしてますよ。そうです。ハゲ問題ですよ。まあそうだね。じゃあ男性の薄毛にハゲ問題に触れるぐらいセンシティブなことだというふうに覚悟した方がいいということですね。わかりました。今までね、コスメとは何ぞやと、あとまあその男とコスメ、ね、あの男はどう接するべきか、まあ、最終的にそのどう振る舞うべきかっていうところで、この距離、なんかこの気になるワードがこれは距離感のところ、距離感の問題、まあ、よくあの男の人であの女の子に連れられて、あのデパートの1階とかのコスメコーナーに連れて行かれたりとか、例のそのさ、ほら匂い嗅がされる場面ですよ、あれはまあ、 あの距離感的には公安程度っていうか公安っていうのはあの公安警察ですか。そうですね、町の警察ではないよ。町の警察っていうのは目の中に視界に入ることによってこう抑止してくるわけじゃないですか、動きを。まあ、制服とかもねありますし、あれ、あれが警察だなってありますしね。っていうよりはもうちょっと後ろでこう雰囲気だけ漂わす感じで何か尋ねられたらこう、まあ、寄っていくかなぐらい、何かあった時には出てきますよっていうぐらいの一応その一応踏まえてはいるぞっていう。そうですね、昔よくあそこら辺のね、国鉄の団地の前になんかずっと車止まってるけど、あれはみたいな、そういう話ですか。なんであんまり近寄らず、こう、こっちの方がいいよとかってことも余計なことも言わず、でもかといって全く関係ないよじゃなくて、公安程度の目を光らせてるよっていう何かがことが起こったらすぐパッとこう行きますよっていう距離感は詰めない、広げないみたいな。詰めるとね、その組織を一網打尽にできなくなったりしますからね。はい、男子の皆さんいいですか、デパートの化粧品売り場に連れて行かれた時は、公安警察程度の距離感を保ってください。はい、はい、というね、これためになりますね。はい、ということで、あとまあ
コスメの技術という部分、はいはい、の話を聞きました。やっぱりそうですね、まあ、これは女の人の話になるんですけど、今最近やっぱりどんどんメイクする年齢も若くなってきてるじゃないですか、うん、であれってやっぱりさっきの自意識の話でいうと、社会の中での自分っていうのを客観的に見る年齢が下がってきてるっていうことも言えると思うんですよ。まあ大人びてる、そうですね、ということですかね、単純に自分をどう見せるかとかどう見られたいかっていうことに対しての意識が働いてる、意識も技術も高まってるってことですね。そうですね。でやっぱりそういう中でそれぐらい若い時からやってて、やっぱり練習しかないのでメイクに関しては。やっぱさ、だってさ、これそのここに置いてるもんって基本的にさ、うん、画材だよね。だ画材です。だからその絵の上手い下手の世界ですよね。そうですね、うん、だからやっぱり眉毛一本描くのも下手な人もいるし、うんうん、練習して上手くなる人もいるし、だからこう毎月出てるメイク雑誌では、はいはい、ファンデーションの塗り方とか、はいはい、眉毛の描き方とかアイシャドウの塗り方っていうのが毎月出てるわけです。でもさ、どうにもならないぐらい絵が下手な人って、絵の下手さって治んないじゃないですか。どうにも下手な人とかいるんでしょうね、やっぱね。なかなかね、いいと思いますけど、最近のメイクアイテムって結構どういう状態でもうまくなるような技術がどんどん進化してきてるんで、うまく描けますよと。うまく描けます。はいはいはい、はい、はい。なるほどね、うん。フリクションボールみたいな感じでこうすぐ消せるみたいな。あ、消せるのもあるな。もあるんで、比較的、うん、まあ10年前に比べたらよっぽどメイクはしやすくなったと思います。あ、そうです。単純に例えばそういう科学的な進歩とかもあるんですか。そうですね、化学的な進歩というか、はい、技術力を女の人が上げたのもあるし、科学の進歩、うん、まあ、ここ手と手を取り合って、あ、これ人類の KUFU なわけですね。そうです、そうです。実際ね、そのそれこそ男のね、無神経な発言かもしれないけど、はい、最近の女の子ってみんな可愛くね、はい、でその後に無神経な発言がつくわけです。化粧が上手くなったんだよ、うん、これこの会話よく男性であるんですけど、はい、どうですかこれ。だとしても言うなって感じですこの野郎同士の間でもこれ、はい、アウトですかこれは。そういう分かったようなこと。男の人同士だったら別にいいと思うんですよ。こっちに投げかけないでくれっていう。あ、まあね、そうかそうかそうか。あと、ラジオネームこれね、ジャーゲジョージさんなんですけど、はい、ナチュラルメイクは普通に化粧をするよりも難易度が高いのですかという質問。そうですね、やっぱりさっきの画材トークになりますと、うん、メイクっていうと男の人に一番分かりやすく言うと、ないものを乗せる、例えば目の上を青くするとか口を赤くするっていうのが一番分かりやすく化粧してる、うんうん、化粧してますって感じだけど顔になると思うんですけど、そうさせないっていうことはやっぱりそのグラデーションテクニックだったりとか、うん、ナチュラルに見せるためのかなりのスキルと、もともとある素材を使いながらよりゴージャスに見せるんですもんね。てめえのその汚い部屋を取りながらなんかシャレオツな感じに見せるみたいな。そうです。それは確かに難しい感じしますね。かなりだから、でそれもさっき言ったように個性化がないので、うん、一人一人自分で探求して見つけていくしかないんですよね。そっか、それはいくら雑誌とか読んだりとか言っても、はい、やっぱり自分の顔人それぞれ違うから。違いますからね。でもね、そのさっき見た目を見れば、服とか化粧を見れば、はい、その人のその世界の接し方、もっと言えばその人がどう生きてきたか分かっちゃうって話だけど、ね、はい、僕だからやっぱり基本的にまあ男も女も見た目にそれなりに気を使ってる人に知性を感じるんですよ、うんうんうん、だってね、そうですね、 どうすればいいかがよく分かっているっていうことが、はい、特に女性とかはその手段が多いだけね、男はちょっと選択肢が少ないんですよね。ああ、そうかもしれないですね、うん、確かに。あとはもうね、銃をぶら下げるしかないみたいな銃を持っているからなあいつはっていうね、はい、まあ、その銃を持っている種類とかもね、いろいろ言いたいところは、まあそれはいいや。はいはいはい、もう一発いきますか。これメールいただいててですね、楽園パラダイス25歳男性、行ってたらいける、行ったらいける女性のメイクはどうやって見極めるのですか。つまり女性が、はい、今日は私ちょっとホーニーな気分になってるわよみたいな、はい、そういう、ね、それは難しいですね。化粧でそこに出さないと思うんですよね、あんまり。今日伺ってきた話からすると、はい、そこがだから大きな錯誤ですね。その男を釣るために化粧しているんだろうっていう発想だから多分こういう話になってくるんだけど、そうですね、今日伺った話だとそういう下水ところはむしろ甲冑でガードしちゃう。そうっていうか、バレないようにやりますよね。今日行けるっていう私も感じてることを感じさせないようにどう見せるかっていう。じゃあ例えばそのなんていうんですかね、唇がこうぬめっとこうさ、ね、光ってるようなやつとかは、うん、むしろそういう時は逆に分かんないですよ。全然すっぴんっぽいメイクで来るかもしれないし、こう男はどうせ楽者の弱いんでしょみたいな、そうギャップでしょっていうような形で、どこで勝負かけてきてるかは分かんないですよ。文脈もありますもんね。そうです、バシッと決めてる人がそういう感じなのか、ね、普段ナチュラルな感じからこう来るのか。そうなんですよ。だから相手の手札を読める気になるなっていう。ああ、化粧ごときで。そうかそうか。じゃあもうやっぱね、楽園パラダイスは25歳ちょっとね、はい、こういう、まあ、どうやって見極めるのですか、お前ごときが何を言っている、何を言っている、そういうことになるんですね。まあ少なくとも文脈をきっちり読み切れるのか、お前はという。そうですね、はい、ことになるんですかね、はい、はい。結局さっき歌丸さんがおっしゃってた、うん、化粧で自意識と生き様みたいなのが分かるということで、はいはい、やっぱりなかなかこれここから先言うと女の人には反感買うと思うんですけど、いやいや、でもこれねちょっとお願いしますよ。いやいや、
化粧ポーチの中が汚い女の部屋も汚いよとか、はあ、あとやっぱりその使ってる化粧品のブランドとかでその人の自意識っていうのもやっぱり出てくる。それで高いもの使ってるからこの人しっかりしてるとかそういう単純な話でもないではなくて、自分をやっぱりどう見せたいかっていうところに関わってくるんで、うん、全部シャネルでこう揃えててとかっていう人にはやっぱりそれなりの接し方があるし、うん、なるほどね。そうですね。つまりそのなんだろうね、まあ見栄っ張りって言っちゃあれだけど、なんかそういう、まあ、自分をちゃんと高く見せようっていう高く見せようとしてる、そうかそうか、ね、この人にそうか、そのでしかもその人の自意識で自分を高く見せるという自意識が大事なのだから、はいはい、そこをやっぱいたずらに、お前本当は夜は泣いてるんだろみたいなこと本当やめてほしいですよねそういうこと言うぶしつけなのはこの人にはまず言っちゃダメなことだなとか、ね、はいはい、あとやっぱりその国産のブランドのもので手堅く固めて、あの悪目立ちしないようにしてる人は基本的にやっぱりそういうあの、うん、良妻賢母系になるんじゃないかな。でもちょっとほっとくと足引っ掛けられて騙されちゃうよみたいな、いろいろあると思うんですけど、化粧プロファイリングができる。そうですね、いろいろあの化粧っていうのを知れば知るほど、うんうん、あのまあ、同じでもまだ自分と化粧の立ち位置関係っていうのを理解してない人の方がほとんどだと思うので。あ、そうですか。それはなんとなく体感としては分かってると思いますよ。今日言ったようなことを言葉としてその理屈として意識している人は少ないかもしれないと。そうですね。なるほど、はいはいはい。といったあたりでね、はい、あっという間にこんな時間になっちゃったんですけどね、はい、ということで、まあ、今夜の特集の結論というのをちょっと一ついただきたいんですけど、はい、いろいろ長々とお話ししましたけれども、結論としてはもう全部分かった上でほっといてくれっていう男たちを、はい、はい、あなたたちの立ち入るところではないよっていう、ね、でもその、ね、そういうセンシティブなこと場所なんだよっていうのをね、知るだけでも大進歩ですよね今日我々にとってはね、はい、そうであるとありがたいんですけれども、それこそだってその根本的にさ、ほらやっぱその男を釣るためにモテたくてやっぱりやってるんでしょというさ、はい、というところからやっぱ進みましたからね。そうですね、うん、まあ、ハゲ問題っていうのすごく分かりやすかったですし、はいはい、甲冑であるという甲冑です、ワードもいただきました、はい、そしてその上で公安程度の距離感、よろしくお願いします。公安はやっぱ言わないですもんね。そうそうね、言わない、言わない、お前赤だろみたいなこと言わないですよね。そんなことはね、はみ出さないように見守ってるっていう、うん、そうですね、一定の緊張関係がね、敵対関係といってもいい緊張関係がありますもんね。はい、ということでキリンジのメスとコスメを聞きながら、ありがたい結論、ほっといてくれ、余計なお世話だ、はい、バカ野郎、そうでございます、はい、という結論をいただきました、はい、ということですね。はい、ということでひとまずこの特集、歌丸よ男たちよ、お前たちは何一つ化粧のことを分かっていない、いや分かっていないということさえ分かっていない男子のための初めてのコスメ入門をお送りいたしました、ジェーンスンさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、というところでタマフルグループ、はい、会長橋本よしふじ、はい、TBS ラジオ、現在制作部におります橋本よしふみです。カネマン部署からはね、7月にですね、事業部からそうですね移動がございまして、へそから宇多田さんにお世話になっております。あなたどの立場なんですかねこのグループの会長なんですか、ね、まあ、今は番組制作に戻りましてですね、はい、番組をのプロデューサーなんかを務めているんですけども、はいはい、割とね制作の現場戻って、なんでこの貴重なお時間をいただいたかと申しますと、ジェーンスーさんいる場所にわざわざ来たか、ちょっとこれお知らせです、一言で言うと、あ、なんか今日なんか重大発表があるなんてみんな色めき立ってますよ、これ、重大発表っていうか告知です。告知、はい、うん、よくあるじゃないですかラジオで告知まあラジオに限らずね、いい告知ってありますけど、そういうのがあってもいいじゃない何逆切れみたいなの分かんねえな。僕のお知らせはタマフルリスナー、タマフル、すいませんね、最近ちょっと出てなかったんですおかしいなことに告知ってよくあるじゃないですかってテンションで出てきて喋るの下手じゃないですか、はい、素人ですからそれは下手じゃないですか裏方です、ね、下手です、分かりました、落ち着いてやってください、ちょっと、はい、僕が今日言いたいのはタマフルリスナー耳寄り情報です。お、耳寄りの、これ大きく言うと2つあります。2つ、なんでまず1つ目言いますね、まず耳寄り情報その1は、新番組を私が立ち上げます。これが一つ目です。タマフルグループ会長橋本よしふみがもうゼロから立ち上げる、そうですね、いろんなね今日曜サンデーとかさそういうとこ入ってますけど、今日曜サンデーとかですね、皆様大好評 の鈴木治さんの考えるラジオとか、このタマフルの前にやっていますけども、やってるけどこのゼロから立ち上げる、ゼロからやります。どこでどんな番組かっていうことですよね、大事なのは、まあ、簡単に言うと10月からですね、まあ、ナイターが一旦終わりますねそこで、なのでナイターをやっていたあの時間帯にですね、まあ、時間が空くわけですよ、うんうん、そこを私がやるということです。ああ、ということは、つまり、デイキャッチが終わってから、ディグが始まるまで
夕方6時から夜10時までの4時間、うん、火曜日から木曜日までの3日間の、はい、計12時間分をぶっといわ、ぶっといわけですね。かなり大きなわけです。番組表で見たら TBS のほとんど占めるみたいな。ほとんどじゃないですか。いやでもかなりな、かなりな分量を占める、ね、はい、そうなんです。タマフルグループが、タマフルグループというか、まあ、私の番組ですよ、ね、はいはいはい、はいはい、橋本さんのっていうことなんですね、うん、でこれ今日ここが情報解禁です。あ、そうですか。はい、他では出てません。なるほど、はい、うん、なので、新番組のタイトルを今から私が申し上げますので、すいませんが、ミキサーの吉村さん、あの私の今から言うタイトルにエコーかけていただけますでしょうか。このぐらい言わなくてもね、やってくれると思います、はい、では参ります。番組はこれです。新感覚残業支援系ランキングトークバラエティー THE TOP 5というタイトルですね。残業、新感覚残業支援系、はい、そうですね。これどうですか、玉井さん。喋りが下手すぎるだろ。え、なんですか、はい、まあ、どういう番組なんですか、これは。トップ5どういう番組か、じゃあ玉井さん、うん、これは気になると思いますけど、ちょっと後で言いますんで、はい、なんか今急にまた、ここでですね、耳寄り情報その2をちょっと私言っていいでしょうか。なんか、はい、わかりました、はい、独特のバイブスです、なんかね、はい、タマフルリスナー耳寄り情報その2ですよ。これ番組タイトルだけじゃなんだよって話じゃないですか。まあ、ね、耳寄り情報やねんってことで、まあ、新番組始まるぐらいはね、はい、別にだ、まあ、うちの番組と関係ねえじゃねえか、ね、ないの、ね、はい、じゃあ2つ目いきますね。この番組にはみんな大好きなあいつらがレギュラーになるってことです。はいはいはい、みんな大好きなあいつらってのはどういうことかっていうと、はい、いわゆるこの番組タマフルリスナーの方が大好きなあの人、みんなタマフルリスナーであればもう知っているあの人たち、はい、3人います。うん、ここでレギュラーになる人たち、まず一人目いきます。コンバットレックさん。映像コレクターでありビデオ考古学者です。はい、二人目、コンバットレック。二人目いきますよ。高野万所さん。おお、DJ にして渋谷の、渋谷の、まあ、クラブの経営者ですよ。はいはいはい。そして三人目、うん、ここにいらっしゃいます、ジェーンスーさん。よろしくお願いします。はい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 、あ、はいはい、よいよいよいよ。このお三方が、レギュラーコメンテーターとなる番組です。あ、コメンテーター、はい、ということで お相手が言ってんじゃん。これメイン MC はですね、弊社が誇ります、うん、信頼できるアナウンサー3人衆、信頼できるっていうのがおりまして、うん、まずはアンディこと安藤博樹さん。アンディが、はい、安藤博樹さん、アンディが誰と組むのが、コンバットレックと組んで火曜日を担当します。同性感、はい、同性感ありすぎだろうね。そして二人目が蓮見紀之アナウンサー。出ましたね、この番組のあの男ですね、はい、まあ、ニュースなどを読んでることでおなじみですけども、はい、この番組的には面白いナレーションを読むということで、分かってんのかこの野郎っていう感じの ねナレーションですよね。誠実そうに不誠実なナレーションを読むという、まあ、テクニックですね、これね、テクニックの蓮見アナウンサーと、はい、高野万所さんが組みまして水曜日です。俺は信頼できるのか信頼できないのか全く読めない。で、木曜日がですね、これ女性のアナウンサーです。小林遥アナウンサーです、ね、もう2年目のアナウンサー、今、はい、朝ズバに出てますけど、あ、なるほど、その女性アナウンサーとジェーン・スーさんが組んで、はい、女性と女性で組んで木曜日と。お、やっぱり同性感、ね、あくまでも同性感、はい、どうですかこの番組どうですか。ちょっと待って、もう一回時間帯言って。夕方火曜日から木曜日の、夕方6時から午後10時までの4時間。6時からですね、6時から10時まで、はい、コンバットレックが出てるの。そうです。もうおかしいじゃんしょ。だから新感覚って言ったじゃないですかタイトルが。まず新感覚残業支援系ランキングトークバラエティ、いや、ザ・トップ5、ね、ザ・トップ5。覚えてください。高橋義明ハッピーさんで、よし君はまあさ、音楽ライターでもあるしね、音楽番組もあるから、はい、これは分かりますよ、はい、まあ万所君、まあ、レオパルドンとかさ、そのアーティストでもあるしさ、はい、まあ高野万所君名前出してやってるか分かります、はい、ジェーンスーさんね、はい、まあロールモデルね、雑誌の連載なんかもありましたし、はい、ね、活躍してる方分かりますよ、はい、コンバットレックって、なんで問題あるんですか。だってブブカの連載とか持ってるじゃん。いやいやいや、あのさ、まずさ、根本的なこととして、はい、素性が知れない人を出していいんですか。素性の知れない人ラジオでいっぱい出てます。いや、そうですか。コンバットレック山田さんが知らないだけでいっぱい出てます。あ、そうですか。だし顔見えないから別にいいじゃないですか。まあ、声だけだから素性を明かさないのにぶってつけのメディアです。偽名で素性ね、ビデオ考古学者っていうことですから、うん、まあいいですけどね。ちょっとね、どんな番組かちょっと聞いてください。あ、どんな番組ですか。すいません。一言で言うと、ラジオ版ランク王国です。、はい、あ、ついにね、はい、あのランク王国大好きなハシピーですね、ついに今志の低さを露呈してしまったということなんですけども、いやいやいや、でもね、第1回の放送が10月4日、
うん、で火曜日からです。はいはいはい。で、あ、ということはコンバットレックの日から、アンディコンバットレックの日から、はい、詳細はあのまたこの番組内でもお知らせしていきますし、もう番組のツイッターアカウント作りましたんで、はいはい、今ちょっとここでつぶやきますね。ハッシュタグは、トップ954、TOP954 です。はいはい。ポチッと。あ、今じゃあ、つぶやきは、はい、皆さんのこれ、歌丸ハッシュタグに多分出たと思いますね、はい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 。このトップ5の、このアカウントの、このハッシュタグでこれから情報出していきますので、うん、皆さん、よろしくお願いします。一発目が、アンディとコンバットレックっていう一番実験的な組み合わせじゃないですか。そうですね。そうなりますね。なんか、はい、ちょっとね、ジェーンスーさん、僕、はい、不思議な感じがするんですよ。本当にそうですね、私もこんなことが、こんな時代が来ちゃっていいんでしょうかね。いや大丈夫ですか、うん、TBS さんっていう、まあ僕もよくわかんないですね。ちょっとでも、まあ、かなり冒険的な、ただ編成に企画が通ってますからね。そうだよね。だからこうやるわけですよ。別にこれざれ言言いに来たわけでも空想言いに来たわけでもなく、嘘じゃない、実際に始まりますから。コンバットレック、高野真ん所、ジェーンスね、はい、すいません、いや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 、ちょっと、いやこれまだ謝るの早いですよ、ジェーンスーさん。まだジェーンスーさん、通称スーさん、スーさん、さっき島尾さんにスーさんって真顔で言われて、はい、社長感が、ね、大物感が出ていいじゃないですか。平日もお聞きなしなくということで、はい、わかりました。ということで、新番組、橋本義文、プロデューサー、まあある意味タマフルグループ拡大計画と言っていいんですかね、これはね、わかりません、あまり大声ではありませんがね、ザ・トップ5、はい、これからもちょっと詳しい情報ね、どんどん出てくると思いますので、お楽しみにしてください、はい。ということで、橋本義文さん、そしてジェーンスーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後はサタデーナイトフィーバーのコーナーです。ライムスター歌丸のウィークエンドシャッパー、シャッパー。TBS ラジオ主催、マキエラの力コンサートツアー、ハートトゥーハート、11月17日木曜日と18日金曜日に、東京国際フォーラムで開催します。チケットは9月17日土曜日から発売中です。平日のマキエラの力も見逃せないぞ。詳しくは TBS ラジオホームページ、イベントナビゲーターを見てね。無職もすっぴんもコスプレしてる女性もみんな盛り上がるしかないっしょ。番組を聞いてるリスナーの皆さんと生で電話をつなぎ、一緒に盛り上がるミニコーナー、サタデーナイトフィーバーのコーナーです。さあ今夜の盛り場はどこかな。もしもーし、もしもーし、あーもしもし、あー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 マコリン聞いてる、もう、あの、友達の名前呼ぶ前にね、ちょっと自己紹介お願いします。あ、お銀子です。お銀子さん、はい、お年は、あ、30代みそじで、はいはい、今どちらで聞いてるんですか。あの、パソコン、家のパソコンの前で聞いてます。家のパソコンの前で、はい、あの、酔っ払ってます。はい、4杯目です。4杯目。あのパソコンの前で、今、はい、どういう状況でそのパソコンの前で酔っ払ってるんですか。あの一人きりです。一人きり、はい、なんで一人きりなんですか、土曜の夜に。あのなんかあの旦那がいきなり出張で、うん、出張で行ってなくて、はいはい、あと1週間ぐらいいなくて、あ、ちょっと寂しいですね。私は一人で仕事してました。あ、仕事何されてるんですか、これ。あの、デザイナーなんですけど。あー、デザイナー、フリーでデザイン、はいはい、デザインやってるんですけど。でも今、はい、もうそんな酔っ払ってちゃもう仕事できない。でも今日はもういいやと思って、もういいやと思って、もう飲んじゃいます。飲んじゃってわーっと酒やろ。あの人、まさか、いいね、まさかの、飲むかね、まさか当たると思わなかった。いやいやいや、今ラジオは聞いてました。話聞いて、ラジオ聞いてた。いや、聞いてますよ、もう。あの、仕事なんなんですよ、もう。コスメ、あの、化粧、お化粧どうですか、お化粧は。ノーメイクです。え、ノーメイクです。ノーメイク。じゃあ、ジェーンスーさんどうですか、これ。先生、はい、ちょっとね、ジェーンスーさん一言、はい、お願いしますから。皆さんもいらっしゃるしね、あの、腕に技術もある方ですから、はい、化粧ごときで社会と接点を持たなくてもっていう。いダメです。あの、今日でもちょっと悔い改めようかなと思いました。じゃあ最後に、土曜の夜はサタデーナイトって言ったらフィーバーって言ってください。いいですか。土曜の夜はサタデーナイト。セブン&アイグループの伊藤洋華堂から、8のつく日はハッピーデー、 IY カード7個で 5% オフ。0時です。
CBS Radio 954. This is the Indistinctive Information Center. Ladies and gentlemen, how do you do? This is the Music Information Center. Bonyari! ミューズの週刊ぼんやりニュース。時刻は深夜0時を回りました。 TBS ラジオライムスター様のウィークエンドシャッフル、これから残り30分は漫画家にしてコラムニスト、そして4年ぶりの新刊エッセイ集ガールフレンドが大好評発売中の島尾真帆さんとお送りするコーナーです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、はい、作家の合わせかもしれませんけど、ジェーンスーさん、ちょっと、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、島尾さん、コスメ特集、うん、いかがでした？いや、すごいためになったっていうか、うん、もう分かる、こんなことも分かってないんだって思いました。あ、やっぱそんな感じ、その自意識の問題であるとか、そういう部分とか、いや、なんか何をしてるかっていう、あ、はい、もうなんかね、顔パタパタやったり、なんかクニクニやったりはしてるなっていうのを思ってたけど、うん、コンシーラーとかの存在をちゃんと、うん、認識してないんだなって。認識してないですよ。わかりました。はいはいはい。どうですか、その この島尾さんのメイク感は。これいや、すごい綺麗に。いやいや、私すごいいろいろね、質問したんですよね。そう、どんな質問したんですか。いや、でもメイクっていうよりは、うん、まあ、スキンケアのね、ですけど、はい、あ、島尾さんでも結構修繕費は結構かけてる方なんですか。いや、引いて引いての。ああ、なんだ。いやいやいや、なんか恥ずかしいです。あ、でもやっぱその自意識に触れてる話だから、やっぱちょっとそうですね、っていう、ね、まあ、ここはね、ちょっとズケズケいくコーナー、ちょっとご勘弁いただきたいんですけど。いや、そんなにでもかけてないですよ。し、練習してるっていうのは私も全然知らなかったです。あ、そうですか。前から別に普通に、いつ頃からしてたんですか、お化粧は。化粧、高校生の時に初めてマスカラだけ塗ったりとかしてましたけど、高3ぐらい、うん、最初にする瞬間って結構えいって瞬間なの。そうですね、まあ、何かそれこそ晴れとけでいうところ、晴れの舞台、うん、他校の文化祭に行くとか、うん、ちょっとこう先輩たちと週末出かけに行くとか、うん、女同士でどっか出かけるとか、うん、なんかイベントがあった時にちょっとつけてみるとか、うん、やっぱり最初にしてさ、こう出る時って恥ずかしいんじゃないですか、やっぱ結構ノーマル。ああ、なんかやっぱ自分と違うみたいな感じでしたけど、ね、島田さんその手前まではね、男の子かっていうね、うん、男から女へって、男から少女から女へじゃなくて、男から女への脱皮っていうね。ちなみにジェーンスーさんいつから化粧を始めたの。私は大学入ってからですね。ずっとぼんやりしてたんで。マジで、はい、高校時代はやってなかったですね。あ、そうなの、はい、その時はどういう自意識だったの、逆に。ちょっと下さんと年齢の世代もちょっと違うんですけれども、うん、まだね、高校生がそんなに化粧する時代じゃなかったんですよね。ですね。あ、そうか、そうか。眉毛も整えてなかったですよ。あ、そうですか。そうですね、私たちってこれはまあもうギャル、小ギャルそうですよね、みたいになって、はい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 。でも友達とかも 4B とかで描いてましたけどね、 5B とかの鉛筆で眉毛。おー、鉛筆で描けるもんなの。描けますね。 5B、4B で描いてきた人いました。描いてもいいんだ。すごい落ちたやつの感じします、ね、いいっていうか、よくないと思うけど、うん、まあ描いてる人はいい。安いしね、お金ないこと。なるほどね。プチプラコスメとか今充実してるんですけど、それこそね、下尾さん高校生、私大学生ぐらいの時ってそんななかったですもんね、安い化粧品なんて。でもなんかそのね、自意識カバーが1個その化粧でできるのもちょっと羨ましい感じしますけどね、野郎的に考えるとね。いや、でもダーマさんのそのスキンヘッドの話聞いて結構あーって思いました。あ、でも近いものが多分そこなんでしょうね、多分ね。まあそのね、ハゲ問題っていうね、今日いい例を出していただきまして、ハゲ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 もなんか気まずかったな。でもそんぐらい気まずい話なんだぞお前らっていうことですよ。あ、そうですよね、うん、そう言われたくない、振られたくない、うん、そうですね、はい、こんぐらいな話なんだっていうことですね。同性間で盛り上がってたい話なんですよ。あ、そう、だからそれこそ、あれ毛穴今日ないね、ファンで変えたって言えるのは女の人に言われたらやだ、ね、絶対ですよね。僕がよくさ、礼儀出すさ、化粧品のコマーシャルで、はい、マサトさんが出てるコマーシャルでね、はい、こうキスしようとしたら、ハッてこう一瞬マサトさんがひるむんですよ、はい、で、女の子が、え、もしかして毛穴っつって、はい、で、毛穴を埋めちゃうようなそういうお化粧をして、でもさ、その俺はその時見た時に、そんな毛穴でね、しかもキスしようって瞬間に、うん、毛穴気にしてる男なんかいるかいと思ったんだけど、あそこはむしろ女の子の心の声であることの方が大事だったね。そうですね。でもさ、あれ多分こうやって来てフッと男が引いたとしたら、毛穴じゃなくて口臭とかさ、はい、もっと気をつけた方ことの方がいいことが他にあるぞってことかもしれないですけどね。でも今日塗ってるねとかね、今日結構お化粧してるねとか言われるのも
結構きついですよ、はい、いやでも歌丸さん一度ありますよ、うん、私一回ジムの帰りに会ってその時は普通に喋ってたんですよ。でその翌週かなんかにどっかまた別のところで、まあ、化粧してる、まあ、ジムの帰りはすっぴんですから、すっぴんに帰って翌週かなんかに、まあ、クラブだかどっかとかで会った時に、おちゃんとしてるといいよみたいな。ちゃんとしてないとダメってことだっていう、やっぱそういうね、まあね、そりゃ僕ね、まあね、ちょっと本当にヤボテンですねこれね。え、可愛いねって言われるの嬉しいんですね。そうですね。僕はそれはすごくだからその褒めたつもりだったんですよ。うん、ちゃんと気合いだからその打点ね、はい、ここまで記録出せんじゃんお前みたいな。言われたくないですよ。全然言われたくない。カロン来いよーっていう。ハゲ隠せんじゃん。まあね、ちょっとそれ物質系でございましたけど。見えてないじゃんみたいな感じ、ね、そうですね。確かにね。そうだよ。わかりました。じゃあちょっと今日この場所この瞬間からとにかくハゲ化粧というものはこの世に存在しない体で、はい、体でね。そう世の中には必要な欺瞞もあるってことだよね。うん、欺瞞じゃない、欺瞞じゃない、自己満足かもしれないけど欺瞞じゃない、その人にとっては切実なんだよね。そうです、そうです、欺瞞って言っちゃったらもうあと後ろがなくなっちゃうから、ね、そうかね、うん、やっぱさすがそのね、後ろがなくなっちゃうっていう言い方とかね、よしよしに切実なフレーズが出てくるね。いろいろちょっとちょいちょい物騒でよかったですね。あのね、やっぱね、パンチラインのね、密度がね、濃いんですよ、ジェーン・スーさんはやっぱりね。毎朝自分を釈放、世界に、世間に釈放してあげるですよ。釈放感ありますか、釈放感。いや、でも確かにやっぱ起きた時はね、なんじゃこらって思いますよね。毎朝自分にがっかりするんですよ。うん、まあね。講習も含めてだけど。まあ、お化粧とかじゃなくてもさっき言った、そのコンビニの、あの、身も蓋もない照明と鏡の前で、愕然とすることありますよね。そうだ、男性は結構知らないですけど、うん、高級レストランとかいいレストランになると、うん、トイレのライティングとか完璧なんですよ。わかる。ありますよね。女子トイレのライティングがブサイクに見えないライティングになってるんですよ。上がるように、つまりその要は自分が上がるように、ね、そうです、そうです、あ、私今日いけるわと、こうパンパンパンってこう言う、はいよみたいな感じ、いける、うん、確かに確かに。でそのだからやっぱどっちらけるとね、途端にも私帰るってことになりかねないよね、本当にね。でも直したい時にちょっといい感じすぎると、そうですね、ちょっと暗すぎるとね、実用に耐えない時は、そうなんです、この状況よしって思うと。だってさ、それでお店出た後にそのエレベーターとかで、そうそう、エレベーター最悪ですよね。最悪、飲み屋の帰りのエレベーターほど、やっぱさっき言った身も蓋もない照明がね、クラブなんかもそうですよね、表出るとね、うん、もう身も蓋もないね、うん、朝のあの光とかも、うん、超で弱いと思う。そこでね、女の子に化粧今割れてるよとか、そういうのも、もう絶対にダメ、殺人行為ですよそれ。殺人にも等しい、はい、心を殺してますそれは。そうだよね、絶対ダメだよね、精神的な指導、うん、でもそういう軽口をね、よく叩きがちかもしれないから、そこにこうちょっとね、あの警告をね、くさびを刺すという意味でもよかったんじゃないでしょうか。なるべくもそんな、そこには踏み込まないでほしいっていうのは、はい、じゃあ今日こっからなし、お話なし。はい、じゃあ行きましょうかね、はい、このコーナー、ミズの週刊ボーレニュースとは、あなたの身の回りで起こった些細なニュースをメールで送っていただき、それをアンカー島尾真帆が読み上げ感想を言うというぼんやり報道コーナーとなっております、はい、あのジェーンスンさんもぜひお付き合いいただいて、はい、よろしくお願いします。はい、それでは最初のニュースを。あ、ザクコンパニオン情報って、またコンパニオン情報、このコーナーでコンパニオンの話題がちょっと、はい、いろいろ話題になってます。はい、じゃあこれ僕が読みます。どんなもの、はい、うん、コンパニオンの話ですが、今年会社の新年会で旅館の大広間に呼んだという知人から聞いたばかりの、なので一つ情報ということで、うん、これお名前ないけどメールでいただいてね、スーパーコンパニオンは来ていきなりトップレスになるそうで、おっぱい出してこい、でその中の一人が全裸になり、四角い部屋でお膳を囲んでいる宴会場の中央でストリップショーを始めるのだそうです。要するにステージではなく目線は同じ場所でストリップが始まる、ですがその全裸ストリップをしていること目があったら、囲んでいる側の男性も全裸にならなければならないそうで、みんな一様に下を向いて、全裸になりたくないから男も、みんな一様に下を向いて究極のチラ見をするんだそうですが、そこは向こうもプロ、絶対に数名が餌食になり会場の爆笑を誘うのだと。ということで、やっぱり抜けないシステム、抜けないというのはね、抜きがないシステムなんだ、射精がないというね、システムなんだそうです。ということでね、スーパーコンパニオン、スパコン。スパコン。1位じゃん。これなんかものすごい入り組んだ遊びだよね、これ。見りゃいいじゃねえかっていうことだけど、これすごい日本的でしょうね、こうね、こう。こうチラチラ見なきゃいけないって、ね。っていうところで見てる、ね。
脱ぐっていうね。これだって別に他の国だったら、おー脱ぎたいもんねって、へーっつって。もうこういうのって、エロとはまた違う感じがしますよね。まあね、だからそのテキーラガーって飲むとか、そういう儀式に近いものなんですかね。はい、女体盛りみたいのもあるんですよね、きっとね。盛りはあれでもね、なんかね、ちょっと頭っちゃってどうかなって感じしますよね。これ別にさ、要はさ、真ん中にいるのは女の子である必要すらないんじゃないの、油テッカテキに塗った男とかがさ、こうやってさ、こうやってさ、ヘイヘイって、ヘイヘイ、小島翔さん風に、ヘイヘイって。でもまあ、盛り上がるから。もう絶対に盛り上がるでしょ、この手で言ったら。もうしょうがねえんで、最終的に男ばっかり裸になって、ヘイそれは、最初からそう盛り上がる気満々なんだよね。やっぱ女性が脱いでるんだから男も脱がなきゃいけないっていう風になってるのが、やっぱり妙なんだよね。なるほど、なるほど。そうか、女性が脱いでるのにこっちが脱がないわけにはと。そんな綺麗な話が。じゃあ、まあ一応、行動としてはこうなってる。ジェイソンさん嫌ですね、こういうのね。いや、楽しそうですよね。そうですか、本当に。なんかまあ男の人にだけ許された遊びっていう感じじゃないですか。まあそうだよな。なんかね、某会大きい会社とかだと、もうエーウィージョンみたいな人が忘年会に来てるとかっていう、すごいですね。するっていう。結構ギャラ大変じゃないですかって。ありますけどね、勢いある頃とか。はいはいはい、でも私たち女体盛りってすごく刷り込みありますよね。はい、なんかまあね、っていうか世界的にもね、なんかありますけどね、そういうイメージがね。日本独特の文化なんですかね。まあ一応そういう体なんじゃないですか。世界的にあんだけ向こうの例えば欧米のコメディとかに出てくるのは、あれは東南アジア の文化だと思ってる人がいたりとか、実際なんかフィリピンとかあの辺タイとかちょっとわかんない、昔聞いた話ですけど、が日本のサービスですよって言って女体盛りをガンガンやっててあそうなんだ、日本やってんだって勘違いしてる人が結構多い。だからみんな普通女体盛り食べたことあるんでしょって思われてるってことだよね。そうそうそう、いやいやいや、ないよ、そんなにはないよって。いやでも思われてることの方が問題だからな。大人になったらっていう。そうだね。子供の時その拾ったエロ本の漫画でのシーンでやっぱそういう女体盛りで、まあさらにね、ちょっとえげつない、その食欲と性欲をミックスっていう考え方が全く理解できず、その大人になればそういうこともあるのかなと思ったんだけど、大人になってもそこはやっぱまあミックスしたくないとこだよね。そうですよね。よくそのね、あのいう性欲、食欲、睡眠欲という人間の三大欲を同時に満たしたら一番快楽が大きくなるのではないかという仮説のもとにこう、うとうとしながら、うとうとしながら、こう、牛丼食べて、牛丼食べて、牛丼食べて、もうどれも味わえないんだ。結論としてはね。わかめ酒っていうのは、あの、座った状態でお酒を継ぐってことだったんですよね。という風な認識で僕います。私ずっと小さい頃から、はい、あの小さい頃からっていうか小学生ぐらいにその話を聞いて、はい、女の人が倒立して、そのなんていうんですか、うわ中に入れるものだと思ってたんです。そんな、それはデーモン小暮みたいな感じで、はいはい、倒立レゲエダンサーみたいなね。でこう次でなんかこうおっさんすするものだと思ってた。はいはいはい、まあでもあのね、あのデルタゾーンにさ、ちょっと水溜めてってなんかいかにも中途半端な感じしますよね、確かにね、なんかね、うん、なんだよ、これやめましょうよ、この話、せっかくジェーンスーさんいるんですから。いえいえ、すいません、すいません、黙ってしまったじゃないですか。いや、どう絡んでいいのかね、あのトマパイさんのこととかもチラチラと頭にこうよぎったりとかして、ね、夢と希望を、あのトップ5でこういうでも女体盛りの話になるやもしれませんからね。そうですね、はい、覚悟していただきます。そうですよね、新番組頑張ってください。はい、ありがとうございます。とんでもない番組始まってます。新番組が始まりますね。コンバットレック高野真ん所ジェーンスーですよ。私でもコンバットレックさんとアンディのこう絡みはこう想像できるんですよ。なんかこう楽しそう、すごい楽しそう。マンドコロさんとハスミアナのこうなんかなんてどういうケミストリーが起きるのか。ちょっとわかんないね。下手すると血も凍る空間ね。なりかねない。一番未知数です。いやでもなかなかすごいもうテンション上がってるらしいね、皆さん。いやすごいですよね。ちょっと楽しみにしてるんです。当然お二人もゲストに呼ばれたりすることはもうあると思いますので。ぜひぜひ。はいはい。通ったってことですもんね。勝手に言ってるわけじゃないんですよ、ね、誰事じゃないって言ってましたから。こういうことを考えているんですよ、とかじゃないですか。好きじゃない。さあさあ、ちょっとどんどん時間来てますから、はい、ニュース行きましょう。はい、禁煙の鎮光化を発見。これはロイター通信が伝えているものです。アメリカの研究者2人が23歳から60歳の間で5年以上1日15本以上喫煙している男性65人を対象に喫煙と性的健康の関連性を調査。8週間の禁煙プログラムに参加させ、開始前、参加途中、参加後に分けて研究室で性的描写が露骨な映画を鑑賞させ、どのような性的興奮を感じたかを記録。
また測定器で性器の大きさの変化もチェックしました。すると禁煙プログラムに成功した20人は失敗した45人に比べると勃起時の性器の太さが増し、平常時から完全に勃起するにかかる時間も短くなったとのこと。調査したボストンヘルスケアシステムのハート氏は、ただし実生活での性生活が改善したかどうかについては確認できていないと話しています。私もね、今日はね、結構ね、ハードな指紋が続いてますけどね。性的描写が露骨な映画って何ですかね。ただのそのポルノ映画じゃないんですかね。なんかね、そのなんか回りくどい言い方してますけどね。でもこれ瞳がついてるってことですよね。性測定器を持って、測定器、測定器が気になりますね。そのね、測定器に刺激された可能性もこれは測定器好き、あーで太さっていうことはなんか丸の 穴ぼっこが開いてこうなんていうんですか、なんか紐みたいなのを通してそれでかなみたいな感じかな。で一番頂点というか大きい時にその紐にちょんちょん当たって、つけてちょっと測る、もしくはずっとこうさガーって回ってるかこうこうシャーシャーってこうさ周りの円を描いてる机に乗せててその陰影をシャーシャーって描いてく、シャーシャーシャー測定器って言わないですか、手書き鉛筆で手書き。いや何にせよちょっとね、気になる、それが気になりますね。測定の仕方がね、これで給料もらってる人がいるんですよね。そうです、研究者ですからね。はいはい、まあでも血流のねが良くなったりするでしょうから、まあこういうこともあるんじゃないですか。それはなるほど。じゃあやっぱり禁煙した方がいい。タバコ吸ってる人よりも吸ってない人の方が、まあ、強いっていう一応傾向はあるってことじゃないですか。それはでもこれ同じ実験を多分2回やってるわけですよね。はいはいはい。だから2回目の方がこう心構え的に慣れてるっていう可能性もありますよね。測定をと興奮をやっぱり2回測るわけじゃないですか。はいはいはい、あ、はいはいはい、禁煙前前、ね、最初の時はもうびっくりしちゃってああそうじゃないけど、確かにそんな装置つけてね、禁煙前と禁煙後だもんね。そりゃそうだな、ね、2度目の絡みみたいなもんですね。そう2回目はあれでしょっていう前提でできるっていうところも結構心理的なプレッシャーもかなり、顔見知りになってるかもしれない。そうです、ね、おー君かっていう逆に嫌だろ、じゃあ僕していいわっていうそういう、あーそうですか。そう、測る人も測ればいいのにねちなみにあとアメリカの研究者2人ですからね。あ、そんな大きな研究所じゃないんですよこれ。あ、本当だ、うん、2人、2人が5年以上かけて、65本ですね。あ、5年以上かけて、なんか5年以上吸ってる人なのか。そうですね。だコンバットレッグみたいに、ああいうのチンコとかに異常な執着をします人みたいなのがやってるんですよ。ああ、なるほど、おかしいもんね、これやろうぜっていう2人で言い出したっていうのがさ、なんかこの2人も怪しいんですよねなんか見たいからやり出したかもしれないよね個人的な、とんだ邪推じゃないですかそれ。でも私の友達が、はい、あのイギリスに留学した時に、あのデッサンの学校に通ったらしいんですけど、男性の先生が自分の、うん、あのゲイのパートナーをヌードモデルに使ってて、もう油をこんなにもっと塗った方がいいんじゃないかとか、そういうもういろんなポーズをさせてそれで楽しんでたっていうのがあるからプレーを楽しんでたっていうのがあるから、もしかしたらこれもこの2人がやろうぜって禁煙っていうことにすれば、はいはい、あのいっぱい入れるぜ、大丈夫、いじり放題ってっていうことかもしれない、ね、とんだ邪推ですけどね、はい、でもだ合ってると思う、結構やめてくださいよ。僕がね、あの文句言われた時にフォローできるように邪推って言ってるんですから、うん、はい、続いていきましょうか。これどうすればいいの？ぼんやり大阪取材今週火曜日、私島尾はマンスリー吉本の取材でなんばグランド花月へ行くため午後5時、5時7分発ののぞみ新大阪行きに乗ろうと品川へ向かいました。少し早めに着いたのでパン屋などでおやつを買い込みホームへ。指定席の12号車の列に並び、
新幹線が来るまで昨日の夜友達とお寿司屋さんに行った時、トイレに行くはずの友達が通用口とドアを間違え隣の銭湯に入ってしまうという珍事件を反芻して思い出し笑いをしていましたすると5時7分発ののぞみ新大阪行き出発しますというアナウンスのとともにドアの閉まるプシューという音、私が並んでいたのは5時10分発岡山駅光の列でした。仕方なく17分発ののぞみで行くことに。12号車から自由席の3号車へ移動する時の脱力感と疲労感が半端なく、肝心のライブには遅刻してしまいました。どう思います？ぼんやりニュースですね。文字通りぼんやりしていた話ですねホームにいたのに、新幹線を逃すっていう全然、ホーム自体も違ったんですか？いや、同じ、同じホーム、真後ろです、真後ろ後ろで出ちゃったそう。それはですね、しかもこれ仕事で行く予定だったんでしょ。仕事に遅刻したんですよね、これね、うん、あの一人でライブを、あの、うん、それこそガリガリガリくんのライブを見に行ったんですけど、最高なんですけど、この辺ですけど、に行って、で、そのライブの時間がちょっとだけ押しちゃったんですよね。ああ、え、待たしたってことや。待たしてない、待たしてない、あの、始まっちゃったね。10分ほど遅れてしまった。あ、そうですか。この、まあ、通用口とドアを間違え、隣の銭湯に入ってしまうという、その前日の寿司屋の事件。そうなんですっていう、まあ、ちょっとこれね、面白いっちゃ面白い。友達、数人でみんなで、その、お寿司屋さん行って、で、あの友達がトイレ行くねって、でトイレ行く時、うん、なんとなくまあみんな見送ったりして、はいはい、行ったっつって、うん、で喋ろうとしたら後ろでガラッと開いて、へいらっしゃいったら友達が外から入ってきたんですよでやばいやばい、あれと、で通用口がね、あの開けたら向こうから開けられないやつだったらしくて、で隣の銭湯に行っちゃって、で銭湯の中を通って外に出て、で外から戻ってきたんですよっていう話が、っていうのを思い出して、あれ面白かったなって言ったら、ジリリリリって言って、じゃあ新幹線出るわいと思って時計見たら、あ、7分で、でアナウンスで出ますって言って、でギャーってまずそのね、行った場所も違うし時間も、目つぶってたんですか、それは。その思い出して、マシュマロするのね、今ね、あのね、新幹線でいつもあの右側のホームに乗ってたんですね。なんか乗ったことない側だったんですよ。そんな答えになってない。でも新幹線って分かりづらいですよね。分かりづらい。22、23、24、25みたいな番線があって、基本的にはどれも同じ色の電車で。じゃあ下で完全にきっちり確認してこないと、とんでもないところにいる可能性はあるんですよね。そうそう、下でホームに降りた時に確認すればよかったんですけど、もうなんとなく、あ、12号車だと思って、そこで並んじゃったんですよね。下だけ見ちゃったんですね。そう、12号車。それは大胆ですね。うかつなぁ。でも、その右しか行ったことなかったんですよ。左に乗ったことなかった。どこに対しての右だよっていうね。降りて右にしか乗ったことなくて。思い出し笑いの時は目は開いてたんですか？開いてました。開いてた。はっきり顔を笑ってたんですか？笑ってました。だってさ、トイレに入ったのに後ろで開いて、ね、入り口が開いたんですよ。外から友達が入ったんですよ。この話ね、あんま聞いてもそれ伝わりづらいんですけどね、面白みがね。だっていらっしゃいってなって、また入ってきたら友達だったんだよ、そのトイレに行ったはず。まあ、そうだけどさ、いらっしゃい。銭湯っていうのはいいですよね。そう、銭湯。しかも外で、外の銭湯出てから行く間に寿司、お寿司どうですかっていう呼び声で。なるほど。って言われる。っていう話です。ああ、そうです、うん、はい。気をつけましょう。はい。っていうね。ということでございます。ということでニュースこんぐらいにしておきますか、今週はね。はい、皆さんの身の回りに起こったぼんやりニュースを送ってください。文面はニュース形式でなくともこちらでニュース化するので大丈夫です。番組で採用された全ての方に番組特製ステッカーを差し上げます。ぼんやりニュースの宛先は、メールが歌丸 @tbs.co.jp、 おはがきが郵便番号 107-8066、 TBS ラジオライムスター頭のウィークエンドシャッフル、ニュースの週刊ぼんやりニュース係までお送りください。よろしくお願いします。はい、さてここでちょっと一つあのお知らせがございます。昨日土曜日から3日間 TBS ラジオでは、開局60周年記念イベント、感謝でサカスを赤坂サカスで、開催中ということです。最終日の月曜日は
次の月曜日ね、TBS ラジオの人気パーソナリティの愛用品を揃えた感謝デサカスチャリティーオークションを実施しますと、司会は小島恵子さん、ビビる大木さん、生島博さんの3人、うん、明日月曜日、明日っていうか、まあ明けてるからか、明日月曜日、午後4時から赤坂サカスでやるということなので、ぜひ、お越しくださいと。で、僕も、チャリティー、品を出しますというね、出しますので、ちょっとそちら、楽しみにしてください。その場でオークションするんですか？その場でオークションするんです。すごいですね。はい。あとですね、シネマハスラー MD ノート、ね、我々がもう開発したですね、うん、もう最高のノートですよ。もう僕これ以外ノート使えませんという、シネマハスラー MD ノートがですね、感謝デサカス限定価格、500円で発売中っていうね、これちょっとね、正直この500円っていう数字を見て、我々ムッとしているんですよ。はい。なんで？いやもう、原稿割れっていうか、元のメモリーノートより安いじゃねえかっていうか、そんなに安く売ることねえだろうっていう理屈なんだけど、まあチャリティーだったら別に、その、売った分をなんかさ、還元するとかで。でも、そこで文句言わない方がいい。リスナー感謝。リスナー感謝。感謝ね、はい、なので、MD ノート、500円で買えますので、ただ、はっきり言っとくけど、500円だったらもう半端ねえよ。うん、もう半端ねえ。1000円だったら全然安いのにね。うんうん、とは言っときますよ。うん、はい、という。コンバットレック売るわけじゃないんですよ、ね。コンバットレック売らなくても500円なら普通に売れます、これ。はい、ダンピングです、これね。はい。はい、500円で売ってますので、まあ、ということで、感謝でサカス、赤坂サカスでやってますので、ぜひお越しください。月曜日には、私も出す、チャリティーオークションやりますよ。はい、ということで、ジェンスさん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お騒がせしました。はい、島さんも来週お願いします。お願いします。以上、水の週刊ボヤリニュースでした。